ラパスはメキシコのバハカリフォルニアスル州の都市である。バハカリフォルニアスル州の州都であり、地域で重要で中心的な商業地である。人口は2005年の調査で189,176人である。都市圏の人口はおよそ20万人に達する。ラパス基礎自治体の人口は219,596人。 面積は2275平方キロメートルである。ラパス大聖堂ラパスには少なくとも1万年前から新石器時代の狩猟採集民が居住しており、ラパス近辺を及びバハカリフォルニア半島全体に渡って彼らが生活した痕跡を祝いの形で残している。1535年5月3日、ラパス近辺の湾に到達したエルナンコルテスはこの土地を サンタクルスと名付けた。コルテスはここに植民しようと試みたが、計画に問題があったために数年後に、その努力を放棄することになった。1596年に到達した、セバスティアン・ビスカイノが、現代に続く、ラパスという名前を付けた。ビスカイノも植民には失敗した。イエズス会の宣教師は1720年に、柱の聖母の伝道所を建設した。 現在のラパス大聖堂は19世紀後半に建てられたものである。1830年に州都のロレトが嵐によって大きな被害を受けたため、以降はロレトに代わってラパスがバハカリフォルニア州の州都になった。1854年1月10日から同年5月8日までの間、ラパスはウィリアム・ウォーカーのソノラ共和国の首都として機能した。ウォーカーの計画は アメリカ合衆国の支援を書き、また、メキシコ政府がその地域を奪回するための圧力をかけたために崩壊した。1974年に、バハカリフォルニアする州が、バハカリフォルニア州から分離した後は、バハカリフォルニアする州の州都になった。1976年9月30日から10月1日にかけて、ハリケーンが州を直撃して洪水が発生。 10月2日までにラパスだけでも750人の遺体が発見されている。ありがとうございます。